けど、こっち出てこいか。Danke. はい、毛が飛ぶ。今日は飛ぶね。いっぱい飛んだやつを集めて、あ、ダメか。もう夕方6時です。じゃんけん、ずっと寝てたね。魔王いママさんは T シャツのプリント作りでずっと働いてますよ。よいしょ。クロケンパパはコンピューターの外付けハードディスクの整理をずっとやってます、うん、これが終わると素材ができます。そしてね、ジャン君すごいんだよ、もうね、ハードディスク一発ぶっ壊れたのがあって、前ね、その時に消えた消えたって騒いでいたジャン君を撮った、カメラで撮ったデータ11年から16年出てきました。出てきたよ。他のとこにも保存する癖をつけている俺っていうか、どこへ行って保存したか分かんなくなってしまうタイプの癖を持っている俺、さすがだぜ。ハードディスク一発壊れてもこんなとこにあったよっていうのを見つけました。よかったね、ジャンキュー。今もね、ちょっと整理が混乱していて、ハードディスク3台に同じものが入っちゃっているので、1個消そうかなっていう時ドキドキします。でも3個なんでしょ、2個あるってことでしょ、うん、まあね、2個がまあでもあってもいい仕事のデータとかね、うん、ジャン君のカメラで撮ったやつはあまりにも重すぎて、今全部合わせると10テラぐらいになるかと思うので、ちょっとね、それはもう1種類になるかな。でももう1個ハードディスク開けなきゃいけなくなるかな。11年から16年っていうのがあまりにも年数が多いんだけど、
ファイル数そんななさそうなんで、どうなってんのかな、ちょっとわかんない。もう一回やってみてですね。ポンちゃん、あれポンちゃん、そして写真も結構若い頃のジャン君ポンちゃんもあるので、ひょっとすると T シャツにするのにいいかもね。どうなんだろう、 T シャツにするにはなんかコラージュした方がいいかもしれないね。背景が汚いからね、うちはね。おしゃれな部屋で撮っている猫の写真は胸につけててもいいけど、なんかね、まあいろいろやりようだね。考えます。